鶴江でございます。はい、皆さんこんにちは、カルピスピーです。にぃ、初めてのシリーズというわけで、今日も元気に説を検証していくんですけど、今回はね、サザエさんがお送りしております。ということで、サザエさんの格好してるってことは、サザエさん関係の説を検証していくんですけど、今回はモノマネシリーズということで、前回ね、ジャイアンのモノマネしてって言って、おいルビだって言わない人ゼロ人説を検証したんですけど、今回はマスオさんのモノマネしてって言って、って言わない人マジでゼロ2冊というわけでですね、サザエさんに出てくるマスオさんね、丸眼鏡かけた成人男性なんですけど、その人の有名なセリフがしかないんですよ。というわけで、今日もですね、斉藤さんを使ってインタビューしていきたいと思います。それでは早速やっていきたいと思います。名前問題です。マスオさんが怒った時はなんて言う？正解は、あー、もしもし、サザエでございます。ほんまにですか？ほんまです。質問してもいいですか？どうぞ。サザエさんの中で好きなキャラクターいますか？タラちゃん。タラちゃんですね。マスオさんのモノマネしてください。おーい、マシマシ、あたしサザエなんだけど、サザエさんの中で好きなキャラクターいる？イクラちゃんです。イクラちゃんいいわね。イクラちゃんのどこが好きなの？可愛くないですか？可愛いね。イクラちゃんととタラちゃんは何が違うの？タラちゃんは喋れるじゃないですか。ママ楽しみですっていうもんね。イクラちゃんはキャーしか言わないもんね。田村健二って知ってるかしら？知ってそうで知らないです。田村健二さんもキャーしか言わないのよ。そんなことどうでもいいなよ。マスオさんのモノマネしてみてよ。3、2、1、お魚くわえたドラ猫。マシマシ、もしもし、サザエさん知ってる？サザエさん知ってます。見たことある？あります。どんなシーンが好きだった？今までで。タラちゃんが走るシーン。タラちゃんが走る言っとくわ、ディレクターに。ありがとうございます。じゃあそんな君にね、マスオさんのモノマネやってもらってもいいかしら？じゃあお父さんにやらせていいですか？いいよいいよ、全然いいよ。お父さん、じゃあマスオさんのマネして。お魚くわえたドラ猫。ちょっと見ないで、恥ずかしい。もう恥ずかしい、恥ずかしい。あ、もしもし。あ、もしもし。あ、男の子？男？男です。めっちゃいい、今日初よ男。いいじゃないの、私サザエっていうの。私縦面。縦面？縦面って斉藤さん歴221日なんだ。なんだよこれ、もう LINE 電話と変わんねえじゃねえか。ちょっと縦面、サザエさんの頭が3つに割れてる理由、何か知ってる？サザエってサ、サだから3個こうやってなってる。なるほど、正解は、私も知らない。ちょっとお願いがある。マスオさんのモノマネしてください。3、2、1。お魚くわえたドラ猫。ふぐたくん、お元気ですか？あ、元気です。ふぐたくんのこと知ってるかい？あ、知ってます。おー、いいね。ふぐたくんのどこが好きなんだい？家族に優しいところ。家族に優しいとこいいね。私誰だかわかるかい？マスオさん。マスオさん、自分のことふぐたくんなんか言わんよ。アナゴだよ、はい、誰が好きなの、サザエさんの中で？タマです。タマ、タマになんか言ってほしいセリフあるかい？はじめ社長で。わかった、じゃあタマで行くよ。タマのモノマネ行くよ。はい。マスオさんのモノマネしてください。え、行きますよ。3、2、ウグダくん。お魚くわえたドラ猫。もしもし、お元気？お元気なら電話しよう。お元気だよね。お元気、元気？気持ち悪い。気持ち悪くない。待って待って待って、サザエさんなんだけど、私顔めっちゃもろい。顔見る？見る。私サザエさんなんだけどさ、質問していいかしら？素晴らしい。サザエさんの中で好きなキャラクター誰？イクラ。イクラちゃんね。ちょっとやってほしいことがあるの。マスオさんのモノマネして。いやー、うまい。あ、もしもし。もしもし。僕、アナゴって言うんだけど、フグタくん。はい。サザエさん見たことあるかい？あります。お、誰が好きなの？タラちゃん。タラちゃんいいね。タラちゃんに言ってほしい言葉とかないの？カツオ兄ちゃんって言ってほしいです。
スクランブルエッグです。マスオさんのモノマネやってくれんかね。3、2、1。サザエ。お魚くわえたドラ猫。サザエでござい。でも、あ、サザエです。サザエさん好き？見ないです。見ない。見たことあるでしょ。見たことある。誰が好きなの？タラちゃん。タラちゃんいいね。タラちゃんに言ってほしい言葉とかあるかい？ジェネレーション。じゃあいきますよ。ジェネレーション。マスオさんのモノマネしてください。マスオさん。あ、3、2、1。マスオです。お魚くわえたドラ猫。ちょっとマネージャー、タバコ持ってきて。タバコ、タ…あ、やばい、待って。サザエでございます。マシマシ。もしもし。アニメの中で何が一番好き？アンパンマン。アンパンマンの次は？サザエ。サザエでございます。ちょっとあなた、マスオさんのモノマネしてみて。3、2、1。カズフミ。お魚くわえたドラ猫。もしもし。もしもし。タラちゃんです。好きなアニメとかありますか？最近は鬼滅の好き。空気読めよ。サザエさん。あ、いいですね。いいセンスしてるです。いいセンスしてるですね。マスオさんのモノマネやってもらってもいいかね。はい、いくです。3、2、1です。うん、サザエ。お魚くわえたドラ猫。サザエでございます。本人ですか？サザエ本人よ。男の子？男。あ、いい、いいじゃない。僕も YouTube やってる。あ、YouTube やってるの？なんて名前？いちつにこう。それサザエさんの動画出してんの？サザエさん出してない。出してないの？じゃあ君にネタあげるわ。サザエさんの頭が3つに割れてる理由、知らない人ゼロ人説。マスオさんのモノマネやってください。僕行きそうだよ。お魚くわえたドラ猫。もしもし。あ、もしもし。サザエさんの中で好きなキャラクターいる？タラちゃん。タラちゃん、いいわね。タラちゃんのどこが好きなの？可愛いとこ。じゃあそんな君にマスオさんのモノマネやってもらってもいいかな。ゆくよ。3、2、1。マスオです。お魚くわえたドラ猫。サザエでございます。こんにちは。こんにちは。君はサザエさん見たことある？あります。お、誰が好き？タラちゃんとか可愛いな。タラちゃんいいですね。タラちゃんがなんでここびにデスつけるかわかる？わかんないです。それはね、あん中で一番年下で権力がないからね。わかった。マスオさんのモノマネやってもらってもいいですか？3、2、あ、1。伸びてもいかないかい。え、うまくない？お魚くわえたドラ猫。というわけで、たくさん検証終わったけど、意外言う人たくさんいたじゃないの。カラチサザエくというわけで、この世にはマスオさんのモノマネをするための言葉はたくさんあるということが分かりました。というわけで、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではまた明日も見てくださいね。じゃんけんポン。